MHF チャンネル、チュクチュク、皆様いつもご視聴ありがとうございます。皆様の貴重なお時間をいただき、いいねやコメントもいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。1ヶ月ほど前の動画でレコードストアデイという世界的なイベントが新型コロナウイルスの影響により6月20日に延期となったことをお知らせしました。こちらに関して最新の情報が入ってきました。イベントの開催内容が例年とは大きく異なるようなので、事前によく把握しておく必要があるようです。大好きなアーティストのレコードや気になるレコードタイトルがある方は、今年のイベントは一体どう変わるのか、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルを初めて見ていただいた方へ、当店では DJ を中心にドラム、シンセ、DTM など楽器系のお役立ち情報を配信しております。機材レビューはもちろんですが、せっかく買っていただいた機材や楽器を長く埃をかぶらず楽しんでいただきたいという思いを詰め込んだ DJ 講座やドラム講座も作っております。概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。まだ出していない、温めている、すっごいネタもありますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チュクチュク。まずレコードストアデイとは、その名の通りレコードストアの文化を祝い、宣伝し、小売店舗の活性化、レコードなどのフィジカルメディアを手にする喜びと音楽の楽しさを共有する年に一度の祭典です。2008年から続く人気のイベントで、限定版のレコードやグッズがリリースされるなど、現在ではアメリカをはじめ世界23カ国で数千を超えるレコードショップが参加する大規模イベントとなっております。毎年4月の第3土曜日に開催されていましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で約2ヶ月後の6月20日に開催が延期となりました。今年のアンバサダーには銀杏ボーイズの峯田和信さんに決まっており、リリースされる限定版100タイトルもすでに発表されているので、楽しみにしていたファンにとっては非常に残念なお知らせだったと思います。イベントの趣旨としてウェブストアなどオンライン販売が不可であり、店頭販売限定です。そのためお目当てのレコードを求めて毎年店頭に長蛇の列ができます。人も多く集まるため延期はやむを得ない判断だったかと思います。延期の発表から1ヶ月経った今も一向に収まる気配のないウイルスの感染拡大を考慮し、今年のレコードストアデイは RSD ドロップスとして開催されることが決定しました。 RSD ドロップスのドロップスとはアメリカなどのスラングで、販売、店頭にドロップする、置いていくということを意味します。まず大きな変更点の一つ目、開催日が今年は8月29日、9月26日、10月24日の3回に分かれることになりました。レコードスターデイ限定版の数々はこの3つの発売日に分散され、レコードスターデイ参加店舗にてリリースされます。発売日の詳細を含む最新の限定版一覧は6月1日に発表されるとのことです。レコードスターデイ限定版を3ヶ月に分散してリリースすることで、1、ショップにおけるソーシャルディスタンスの確保、日本でいう3密を避けての開催、2、人気の限定版を3ヶ月にまたがって発売することでレコードショップに確実なキャッシュフローをもたらすという運営方法に大きく舵を取ることになったようです。次の大きな変更点、2つ目、これまでイベントの趣旨として店頭限定という販売方法を取っておりましたが、今年に限り通販などのウェブ販売が解禁となります。発売日当日の13時より RSD 参加店舗のオンラインストアにてウェブ販売が解禁となります。ただこれまで通り限定版の事前予約、取り置き不可というルールは変わりません。またオークションサイトでの販売もできません。発売日とウェブ販売の解禁、今年はこの2点がこれまでとは大きく異なります。コロナウイルスの影響で海外では日本よりも厳しい移動制限、外出制限が設けられている地域もあります。もちろん日本でも外出の自粛要請に伴いステイホームでお過ごしの方が多いと思います。一人一人の頑張りで感染拡大が収まるのを願って、イベント当日にレコードストアデイやウェブ販売でアナログレコードを楽しんでいただきたいです。またレコードストアデイ参加の各店舗もコロナウイルスの感染拡大防止のため営業時間の短縮や臨時休業など対応を余儀なくされています。参加店舗の営業状況はレコードストアデイの公式サイトでも情報が更新されています。お住まいの都道府県やお近くのレコードショップの運営状況などは今後お知らせがあると思いますが、事前に確認をしておくといいかもしれません。もちろん当店ミュージックハウスフレンズも毎年レコードストアデイに参加しております。現時点では店頭、ウェブ通販ともに開催を予定しておりますが、状況を考慮してどのように対応していくかは決まり次第改めて当店ツイッター、ブログなどで告知をいたします。ぜひアカウントをフォローいただき、イベントを楽しみにお待ちいただけますと幸いです。いかがでしたでしょうか。この動画が少しでもいいと思ったら
いいねをお願いいたします。今後も外出自粛に伴うハッシュタグおうち時間を有効に楽しく過ごせるコンテンツを考えていきます。皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をいつもお届けするよう心がけております。これが知りたい、あんなことをやってほしい、質問や感想など今後の動画作成の参考にさせていただきますので、コメント欄にぜひお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。 LINE の公式アカウントではこれから音楽を始める方へのご支援としてささやかながらクーポンを配布しております。ぜひご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。